肉体の主導権はトラスエにある。そういう話だったら。今みたいに宿儺に代わって暴れるなら先に言っとくぞ、バンダ。五条が聞いて今後トラスエにどんな処分が下ろうと、俺はお前ら側につくことはない。俺はトラスエ有事の死刑に賛成だ。お前だってこれ渋谷っちゃなく上野事変だったらと考えてみろ。上野動物園にいるお前のお友達が全滅だったんだぜ。納得、殺そう。納得早いな。納得は全てに優先するぜ。まあでも俺たちが宿儺に立ち向かったところで、アーリンコの上で象がタップダンス踊ってるようなもんだ。一応言っとくけど俺たちがありな。約束にはありじゃあないだろう。本気出せば一級術師の中で一番強いんだろう。僕のように狭いの詰まって草刈さんもしのげると思いますってうっこつ言ってたし、草刈宿儺やっちゃうよ。やるのか俺が宿儺を。マジで僕らと宿儺のタップダンスが終わったらトラツエに肉体の主導権が変わるだろうし、その隙が生まれる瞬間に狙っちゃうよ。トラツエに変わる手前できれば宿儺を切ったことになるしな。トラツエを殺すのはさすがにしんどいやろ。どんな化け物であり生徒だし、それにトラツエだって今後生き地獄だろう。大量殺人した辛い現実を見せる前に殺しやるのがトラツエのためでもある気がする。完全に勝ち目がないならさっさと撤退できたのに、そんなチャンスがあるならやるしかねえよな。そろそろだな小僧、せいぜい噛み締め。恐ろしく早い抜刀、俺でだけ見逃しちゃうね。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。